はい、どうもセリカです。ただいま金曜日の5時半でございます。早速もうドデカガチャ回していこうと思います。どうかな、もちろん狙うはペンギンですね。はい、早速いきます。どうかな、何百連回すかな。そもそも出るかな。まあわよくばカラーチェンジ。おお、星さん来ましたね。星さん来た。いやどうかな。怖いんですけど、なんかもう回したくて回したくてしょうがないので、前回の動画は終わってすぐもう回してる状況です。20連目ですね。どうしようか、スキップもしながら行きましょうかね。もう持たないんで、どれかの場合は。ゾウサの時が470何回、違うわ、47万枚使ってゾウが出なかったのかな。ゾウちゃんは割とすぐ出て、その後も結構白クマも、うわいるいる、来た、3体目か、これも。めちゃくちゃゆっくり回してるので、このシーズン、ドデカが来たごとに、新キャラが出るまで回してるので、その間に出れば、カラーチェンジするっていう風にしてるので、お、単体のカラーチェンジはまだあんまり狙ってなくて、ついでに出たら、ラッキーぐらいの感じで。いや、出るかな、今何十連だ ?40 連目。いや、もう数えるのも意味ないかもしれない。まあ、青銭は結構貯めれたので、何十万枚か残せればいいかな。ペンギン出る、そんなうまく。もしくはなんかのカラーチェンジ。あ、ミカもスキンチェンジしましたね。まだありますね、星さんスキンチェンジしてないの。いやーどうかな、でも大きさ的に白クマより小さいのかな、小さいのかな。パンダがいる。いやマジでね、なんか一つ前の動画でちょっと挟んだんですけど、裏ステージがね今全然できなくって、門が開くパターンと、石像も門も開かないパターンと2パターンあって、今のところ。一回もね、クリアしても、宝箱開かないんですよね。あれ、ほんとどうにかしてほしい。はい。100連終わったので、110連目いきます。そうなんです。裏ステージが、ダメだ。もう喋りながらいきますね。しばらく出ないと思うので、120連目いきます。裏ステージ本当にできなくて、なんでしょうね、普通に門が開いてたどり着いても裏ステージの扉も開かないし、3つの宝箱も開かないしで、報酬ゲットできずもうどうにもならないので、もうアプリ落とすしかないんですよね。でもう2パターンはもう石像も動かない、門のボタンも開かない、そのまま当たっても死なない、針に当たっても死なない、もう最初から手に当たっても死なないパターン、無視されてる感じの2パターンで、今んとこね、なんか金曜日なんですけど裏ステージ 100% 来ててやってもダメっぽい。もうこれ週末ダメだったらだいぶ損害。青銭も青玉もキャラももらえないっていう。今何年目だ、150年目ぐらいかな。ちょこっとパンダありがとうございます。今日バレンタインですからね、ちょこっとパンダが多めに出てるのかもしれない。あと1体でスキンチェンジいけますね。さあどうか、また来た、160かな。よし、ありがとうございます。これはこれで、これはこれでありがとうございます。おでこのハートは何なんだろうか一体。よし、170連目。まあ、クジラでも、シロクマでも、何かドデカが来てくれれば、考える来ましたけどね。ちょっともう一体ぐらい、ドデカ狙ってスキンチェンジ近づけたいと思います。ああ、変な声が出た。いるよ、いる、いる。うわー、本当に、いや、うわー、マジで。いやー、ありがたい。今回はちょっとありがたかったですね。180かな?何年目かな?来てくれた、早めに。わーお、すご。いやー、嬉しい。ありがとうございます。まあ、波がありますからね。出ない時と、出る時と。いやー、すごい。ありがとうございます。いやー、マジですごい。びっくりした。びっくりの方が強かった。いやー。ね、私まあ、ウルフも逃してますしね。裏ステージ今全滅なんで、これはありがたくいただきたいと思います。もうちょっとだけ、回して、おしまいにしたいと思います。今回カンガルーと、まさかの王様来てくれましたね。いや、すごい、ありがとうございます。だ、ダメなんだ。はい、あと20連でおしまいにしようかと思います。来る?もうゾウとかゾウちゃんの気配は全くないけど、一応星さんはいる。よし。おー!
これもスキンチェンジ済みかな。ありがとうございます。星さんが結構来る。よし、これでまあ一旦終わりにして、また狙いたいと思います。最後ね、これだけ見て一回やって終わりにしようかと思います。はい、ラスト一回単発で来るか。来ないねわー、ありがとうございます。よーし、これでじゃあペンギン使っていきたいと思います。あ、いる。はい、これだ。ペチペチ設定をすると、あ、こんな感じ。意外と小さいな、思ったより思ったより小さいな。これキマイラとか、あの日の出、初日の出、日の出くんとかの方が大きい可能性ありますね。でも可愛いです、歩き方手よ手。え、あー、ダメだダメだ、これどうにもならないやつかな。一人だしね。いやー、バグだー。あ、いる。スキンチェンジのペンギンが、おー、青鬼がいるよし、行きます。はい、実は金曜日にガチャは回したんですけど、逆子降臨のためにね、ちょっとトラスキンでずーっとやっていてペンギン使えなかったので使っていきます。うわー手が可愛い。パチパチペチペチしてる感じでね、思ったよりね小さい気もする。まあペンギンだからっていう感じかな。ひとおにさんが焼肉のタレって書いてあった。あ、いるいるいる。あ、そうか、感染鬼もいるか。面白い、人鬼面白いな。あのスキン、あのスキンのスキンチェンジしたらだいぶ面白いかもしれない。キラキラついて、何色かな。まあ青だとねチビ鬼と分かんなくなりそうなんでちょっと違う色でスキンチェンジね。そろそろもう感染80人以上倒してる人多分何回も倒してると思うので、スキンチェンジそろそろね、まあ一体も持ってないんですが80人なんて一回も行かないんですが、いないな。どこ行っちゃったかな。ね、なんかね水色っぽかったんですよね。かわいいな、これ本当にありがとうございます。もうね今裏ステージ 100% バグってできない状態なので、もうこれで満足をして気持ちを落ち着かせようと思います。本当にね宝箱が開かないって悲しすぎる。でお話聞くと、裏ステージ行っても裏ステージの宝箱開かないっていう、すごい悲劇的なバグが起きてるので、あんな難しいのクリアして開かないっていう、あれは早く直してほしい。もう今や青玉でも青銭でもスキンでも何でも美味しいですからね。 100% 裏ステージ出るって言っときながら、あ、いた、わー、しかも何ゴールドオーラ、え、違う、レインボーだ。ごめんね、ちょっとついてます。うわー、すごい、綺麗じゃないこの色。レインボーついてるから余計ですね。ペンギンのマックスを見ました今レインボーオーラのスキンチェンジ、うわー、すごー、出るんだ3体も。1体で奇跡かと思ったけど、うわー、すごいすごい、うわー鬼のことなんて忘れてた。綺麗すぎる。あれはね狙ってもできないですね、レインボーで。うー、来ないで、あ、無理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 。3匹もいるねー。あー、ほら、ちょ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 、ここかな、ここ、あー、来るんだ、こっち来る。待って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 、あ、チョコレート、チョコレートやばい、バレンタインチョコレートで阻止を食らいました。マジで綺麗これ。いやー、これすごいなー。うー、あ、一人こっちで追われてる。はあ、死んだ。いや、いいもの見れました。ありがとうございます。はーい、裏ステージ来ましたが、多分できないと思う。全滅です、今んとこ。リュッコ降臨のトラステージで、まあ、3回ずつ青逃げの約9回やったんですけど、全部裏ステージダメでした。9回ともダメでした。多分これ当たっても死なないんですよね、きっと。で、石像が動くかどうか、動きません。死にません。当たっても死にませんね。ダメです、これ。積みました。もう、やだ。はい、来ましたが、多分これもダメだと思うんですよね。まず石像が動くかどうか、門が開くかどうか、です。ここ石像あったっけ？死ななかったね、今。針に当たったけど。今、針に当たりましたね、完全に。門が開かないと思うな、これ。開きません。ボタンが動きません。死なないな、これ。はー。
全然トゲ余裕やだもう全滅なんですけど、お願いします。はい、ということでプレイしながら締めに入るっていう斬新なパターンですが、今回はこの辺で失礼をしたいと思います。最後青鬼できるかな。いや、袋の方が断然大きいんですよね。もう一回り大きいとよかったな、ペンギンという勝手なこと言ってますが、なんかね、やっぱ、まあ、ペンギンの中では、あ、ちっちゃいペンギンがいる。そうか、このペンギンと比べるとやっぱ大きいは大きいですね、もちろん。あー、子供がやられた。お母さん敵を取りますよ。やばい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 ということで、まあなんとかガチャでゲットできましたので、ありがたく使わせていただいております。で、裏ステージがちょっとバグでできなくってっていうお話を何回もしてますが、もちろんできる方もいらっしゃったり、もういろいろだと思うんですけど、まあ困ったら週末はあれかななんか狙われてないからいいかな。週末はもしかしたら運営チームさんお休みかもしれないんで、対応はまあ月曜日かなという気はしてますので裏ステージできなくてもまあいっか、頑張ります。で、今回こそギャルサンタ狙いたかったんですけど残念です逃げながら締めようとしてます。いけるか、あと4人、どこだ、狙われてない、いやー混乱、いや3人いるんだここに、やばいぞやばいぞ、あ、全然狙われてない。あとはガスマスクちょっと温存したいと思いますが、混乱怖いな。うー、もうアオーラともお別れで、危ない、あー踏めなかった、最後踏めなかったね。ちょっとガスマスク取りに行きます。ガスマスクダメだー、来るな来るな来る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 、あ、負けてる、もうすでに負けてる、あー、ありがとうございましたよかったらまた見てください。それではまた、バイバーイ。